演歌の大御所、北島三郎や村田秀夫が、その昔映画で主演を張り、活躍していたのはご存知であろうか。北島のヒット曲、兄弟人義、が映画でシリーズ化すれば、同じく村田秀夫も、男の勝負、シリーズへと主演し、時にはお互いのシリーズの作品に共演し合いながらの出演と相なった。そして互いに人気映画における一翼を担い、北島も村田もその風貌からして、いかつい親分役を村田とするならば、 北島はその負けん気の強さと度胸を売りにといった役柄で、二人は次々と東映ヤクザ映画などに出演した。村田の男の勝負シリーズは全4作品がシリーズとなり、北島の兄弟人義シリーズは全9作品が作られた。村田の主演作品男の勝負シリーズは、その街界隈ではすでに名の知られた有力者といった親分で、主人公の手助けに回る役回りの多かった村田が、逆に本作では敵対する悪人と戦う主人公を演じ、 重厚感漂う親分肌の顔のでかい彼には、どこかそぐわない感じがしたものだが、それがまた独特な村田ならではの持ち味となった。村田も北島も共に映画初出演は60年代の半ばあたりで、自身の持ち歌が主題歌としても使われていく中、村田は松竹の男の嵐で初主演し、北島とその後は日活で高橋英樹主演の桜坂月、儀兄弟、桜坂月、仁義へと助演し、続けて北島は盛り場仁義で主演を果たし、 同じく村田も関東儀兄弟で主演し、その間に北島主演で東映で、兄弟仁義シリーズと北島のその持ち味を大いに活かし、村田も助演として互いに人気を二分し共演した。いかにこの時代、村田と北島の人気があったかが映画を通してお分かりになられるのではないかと思う。そして北島三郎主演の兄弟仁義シリーズとなる。そもそもなぜ北島のヒット曲をモチーフにした映画が作られるようになったのか。 それには北島が関東流れ者に出た際、自分の持ち歌の兄弟神器をお風呂場の中で口ずさむシーンがあり、それを見た春道工事プロデューサーが、これは生きると踏んで作られたのが第一作の兄弟神器であった。しかし、映画が当たるかどうかがわからない映画界の習わし通り、一作目はカラーではなく、モノクロであった。北島はどこの組にも属さない、イカ様専門の壺振りをなりわいにしながら、生き別れの母親を探しながら旅を続けていた。 そこで人気映画ならではの展開となり、北島を応援するかのように村田や松方弘樹、鶴田浩二が出演し、北島に花を持たすかのように盛り上げていくが、ここで意表をついたのは主役であった北島が山場で敵陣に刺されなくなり、東映の看板スター鶴田孝二にバトンを手渡すような役柄に終始したことであった。結果、鶴田浩二のいいとこ取りのような印象であったが、本作の見せ場は最初は互いに敵味方同士である人物がおり、 北島と互いに李兄弟の杯を交わす間柄となるのだが、やがて敵味方同士の間に挟まれ、命を落とし、それを知った北島が殴り込みに行くというのが、本作シリーズの流れの見せ場であると言えた。そこでいつものように助立ちをするのが鶴田浩二であり、仇討ちの後は彼が別れ際に罪を一人で背負い、自首するところで背後から兄貴。と声を漏らす北島が見送る中で彼の歌う主題歌が流れ、 颯爽と歩いていく鶴田浩二が、また、何ともおいしいとこを持っていくのであるが。やはり、そこで観客の多くは、実質的に本当の影ながらの主役は鶴田浩二なんだと気がつく終わり方なのである。これはやはり、東映薬剤映画の先駆者鶴田の力があってこそ作られたシリーズなのだと改めて思い知らされるのであった。この時代、北島にしても、村田にしても、演技経験のない彼らがこうした人気映画に出られたのかは、やはり歌い手としてのインパクトがすでにできており、 その勢いに準じて映画界が便乗する形で映画も歌のように大ヒットすると考えたからだろうという思いに貫かれていたかのように思うのだ。